あ、よし。じゃあ。見ろよ、これ。ほら、宝箱開きっぱなしだぞ。俺の画面でもそうだ。俺の画面でもそうだ。すごいな、その発想は。あ、しまった。あ、閉じた。よし。じゃあ、ベッド持ってるな。行くぞ。ベッドっていうか、飯が。飯いるな、飯。鹿肉ステーキ。この準備がグダグダだよな。準備終わってなかったね。火打ち石をかき集めれば。ヒューヘアスでもいいよ。いや、これ、もう結構いっぱい持っていくわ。ドラに。腹が減ったらアーチャーになれる。俺に言え。俺もウイハウスを。ヒドラの文句は俺に言え。ヒドラの肉ってこれ食えんの？いや、ね、なんだっけな。なんだろう、とりあえず焼けなかったんだよね。いや。ちょっとあの使い方見てくるわ。あの今のうちに準備しておく。鉄はここの端っこだな。ヒドラ。あれ、鉄やばいやばい。めっちゃ64個超えたぜ。やべえ、肉系がほとんどないな。いけ。上の、上の歩いてきた。でもそんなに痛くない。ダメージゼロだった。ちょっとパンを作っていきましょう。矢がなくなってもだ。あとあれだろ ?100% 超えないからあんまりいいな。やっぱ肉だよな、この世界。これ条件を超えて回復してくれないと意味がねえ。じゃああれよ。家畜を倒してきてもらえへんと。この辺で酪農を始める。食料事情がね、どこもない。きついね。いや、あるんだけどね。ヒドラの肉が 100% 以上回復するなら、これ、まあ、30個あるから、これ持ってってもいい気がするんだけど。ヒドラの肉、食料だよ。食べ物。じゃあ、これ持ってっとくから、腹減ったら言えよ。分けとこう。ヒドラを倒すと20個から30個ぐらいドロップで、最初から焼けて。ああ、焼けてるんだ。うん、でさらに、食べると9回復。9ワク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 ワ。よし。じゃあ、さらに追加で5秒間持続回復。おぉ。1人5個ぐらい持っときゃ安心安全なんじゃないか。そうだね。じゃあ、とりあえず5個ずつばらまくよ。はい。5個。そういう巻き方か。5個同時負けなかった。次の人、俺が拾えたみたいだ。次の人、はい、次の人いくよ。30個あるからちょうど1人5個ずつだ。はい、次の人いくよ。全然取れない。もうらいい。はい、次の人いくよ。じゃあ俺もバラマイポ腐った肉。それバラマイポ迷惑だします。腐った肉は。あとはリュウジ先生。はいはい、もらえます。もらえよ。これじゃあ、いらねえからもう自分と汚さないクマさん、ウェハウスちょっと開けてくれよ。あんまり使いたくないから。ほらよ、13。なんか腐った肉が。じゃあ向かうか。持っとけよ、いざという時。いざという時こんなこともあろうかと。逆じゃないの。いざという時に食うと毒で死ぬんじゃねえの。回復する前1より下にはならないんだよ。ちゃうちゃうちゃう。いや別にダメージ受けるわけではないぞ。よし、多分大丈夫かな。あんまりアイテム欄ね、ダンジョン系ならいっぱいできたくないし。向かおうか。うん、行こう。とりあえずリッチのところまでまず移動みんなで。どこのリッチだっけ。真ん中のリッチの上だね。真ん中のリッチ。そもそもリッチってなんだっけ。金持ちの人。金髪の人。あ、金いや、王冠だろ、どう見ても。おいや、金髪だろ。真ん中のやつ。もう真ん中のやつの上が次の目的。入り口を探す感じ。真っ暗だね、ここ。え、闇の大地。暗闇の森だからね、光が差し込まないんだ。うわぁ、松明、やばい。そんな松明置きまくらないと分かんない。ね、そこ結構穴深いから行かない方がいいよ。あれ、みんなどこにいるの。下掘ろうか。下掘っていこう。あ、固まった。おぉ、危ない危ない。大丈夫だった。あれ、俺完全に迷子になったよ。みんなどこ。ここあるんじゃん、ここ行けるはず。ここで掘ればいい。もう、マイクラでここって言っても多分みんな分かんないからね。こことはどこだ。あれじゃないの、ボス倒しに来たんじゃないの。いや、今回はダンジョンらしいよ。ダンジョン。あれ、もうダメだ。俺一人だけここクリアしてればいいの。もう始まってんの。え、いやだってみんながどこにいるかわからないもん。レッドどうやって破壊されたっけ。なんか置いちゃったの。よし、ここ通れるようにした。暗っ。ちょっと低暗さやな。明る。川のとこ、クマさん、
目標地点のその白い牛みたいな川のとこの南側に川あるとこ、そこの川のふもとに今溜まってる。暗いな。これかな。逆に暗闇に来ると俺が明かりを言ったら道がわかるんじゃないかな。もう一回言って。ね、目標としてたあの牛みたいな顔あるやん。牛みたいな顔。牛みたいな顔。ここはない。そのリッチの拠点からあれ金の冠目指してたんじゃないの？そこから北に行くんだよ。そこから北。北？あのテーブルみたいなやつ？そうそうそう。ティーみたいなやつ。ティーやら牛やら。牛じゃない？テーブルやらもう。めちゃくちゃじゃない？もうめちゃくちゃだよ。牛か。牛っつってたよ誰だ。なんか白っぽい T シャツみたいなテーブルみたいな形したやつだよね。あった。ダンジョンじゃないの？このもう暗いのがすでにダンジョンってことでいいの？うん、ダンジョンに入り口があるよ。あ、じゃあ入り口前でいいよね、テーブルは。あ、水が消えた。タヌキがいる。リスか。ところどころ闇声で重くなるな。びっくりするわ。たまんのやめろよって思う。ちょっと今明かりつけながら行ってるから、闇の大地は逆に俺の行った道はすごいわかるでしょ。どこで寝るの？ダンジョンがあるらしい。入り口があるらしい。ゼルダに出てきそうな敵が出てきた。ちょい。日の位置に帰る。誰も行かない。出てきそうな敵が出てきた。録画組先行ってよ。俺もういるよ。だいぶ前に来てるよ。あれまず、ほら、お前ら早く来いよ。そこの明るい、飛び降りて来いよ。いや、全員あれだわ。まだ川のとこいるよ。早く入ってこいよ。俺結構だって見送っ前の人が進まないから見送ろうかなと思って。さっき言って。ほらほら。あ、なんか笑い声聞こえる。階段ないし。わっわっわっ。ちょっとおタカちゃん、おいタカちゃん、これゼルダの敵ならお前の出番だろ。すげえゼルダに出てきそうな敵がこの先いるぜ。あの明かりの先まで行ってごらん。行ってらっしゃい。すごいゼルダっぽい敵出てきたから。いねえぞ。あがれた。ほら。消えた。真っ暗になる。なんか豚か。なんだこれ。ああ、すげえゼルダに出てきそうだろ。よーく分かった。おー、びっくりした。ゼルダだろ、これ。ちょっと見えない。見えない。ほら、ゼルダに出てくる敵。すげえ声してるし。倒せ、倒せ。何この声。ハイラル城で見た。鉄球使いゴブリン。ゼルダ姫の護衛してそうだろ。かわいい。護衛じゃないけどね。なんだこれ、狭いな。でも草買って、草からないと、松明置けないから。置けるよ。草の上に置けなかった。草の上にはね。草の上からは置けるよ。わあ、怖っ。怖っ。ダンジョンの入り口見つけて早くベッドを用意しようぜ。お化けです、それ。なんかある。なんかあるぞ。これかな？あ、階段があるぞ。階段？あれ違う。あ、ここちゃん、ここちゃん。ここや、ここや。どうジャンプとかして自分の位置をここじゃ分かんないから、ね、あ、なんか変なもんあるぞ。なんだこれ。え、あ、スポーンブロックこれ。え、なんだ。オオカミがいる。よかった。おー、スライムビートルか。何あれ、あれがオオカミ。壊していいのかなこれ。見つからんな。真っ暗な。オオカミが襲ってきようで。あ、消えた。いや、入り口見つけよう、とりあえず。なんか変なのが襲ってきた。なんだこれ。どうすれば知らせられるのこれ。ミストウルフ。ジャンプ連発とか。ちょっと戻った方がいいと思うよ。みんな進みすぎだと思います。戻った方がいい。めっちゃ進んどるわ。黒狼と白狼がいる。よい、今は。なんだ、カブトヤドカリ。なんかやばいのいる、やばいのいる、やばいのいる。タカちゃん、後ろ見て。おお、何これ。でっかい獣がいる、牛っぽい。ああ、ミストウルフ。仲間の攻撃にやられるぞ、これ。やれやれ。あ、モンスターハンター。赤ちゃん戻ってきたね。前回も取ったけどな。やばい、迷った。こっちになんか変なオブジェクトがあるわ。あ、これかな。これっぽいな。本当だ。これだ、多分。どこ。あ、なんか来てる。あ、来た。どの辺り台？ちょっと待って、そこ戻るから、俺。さっきの石っぽいのがいるんだけど。不用意な動きを慎んで。狼がいる。狼は襲ってこない。さっきの石のところに戻ってきてほしい。あったあった。大丈夫。時々固まるのが怖い。場所分かってない3人組が固まってるから。もっと戻るんだ。もっと戻る。
金の足つけた人、はい、見えた俺から。じゃあこっち大丈夫、分かった、みんな合流した、あ、見えた、これどうやって開けんの。プライムビートルがいる。よし、これか、これか入り口。とりあえずセーブする。これなんだろうなんか置くの、これ、なんかね、どうやって開くんだっけな。開いてからでいいか、ね、あのオブジェクト置くのなんかね、これに顔描いてんのよ。ボスからあったアイテムたち、こんな顔してたよね、うん、だけど、ヒドラとナーガと持ってくんじゃないの。もしかして持ってこんとあかんの。そんな気がする。でも、この顔って死んじゃう。いやどうだったっけ、俺一回やったんだけどな。こっち側知らんな、こいつは。あ、こいつでもこの北にいるよ、この顔のやつ。一匹知らないやつ、埴輪みたいなのがいるね。そうそうそう、こいつ北にいる。この北にいるね。北にいるやつは、いや、後だね、ここの。後なんだ。後なんだ。これ破壊したかね、ペシペシ。え、っていうか、そもそも何それ、開ける、あ、それ下、地下に道が開くの。多分そうだと思う。あ、でも、この木の裏に、なんかまだある。なんかいろいろありそうだよね。落ちた。あ、落ちた。じゃあ、今のにちょっと調べておくわ。ここ。なるほど。普通に開いてんじゃん。中入れるけど。普通に開いてるわ。こぼるときた、こぼるときた、こぼるときた。あ、ちょっと休憩や。ここが怪しいな。入り口ここじゃないかもしれない。なんだって、あんだって、こんななんか仕掛けなかったような気がするんだけどな。お、仕掛けした。あ、バリアがある、入れない。それタワーでしょ。ゲームに戻る。下掘ったんだけどさ、入り口が開かないなら壁を、あ、ごめんあ、バリアあるわ、なんかバリアある、下掘ったらバリアある。まだなんじゃない、ここ。え、あ、あ、掘ってる、ね、下になんか一段つながってるけど、やっぱりあれなんじゃない、顔のやつ全部倒さなきゃ開かないんじゃない、先っぽの上の赤ん坊みたいなやつ、赤ん坊ってか埴輪みたいなやつ倒しに行ってみる。赤ん坊、残虐なやつめ、行ってみようか。うん、ゴブリン騎士の拠点ここだと思うんだけど、よろしくだよ。北へ向かおうか。北、北へ。ダークタワーっていうのがあるんだけど、そこに、そこ多分バリア張られてて入れないと思うんだ。上や、上。このまま入り口前で下っててもしょうがないし。多分ここじゃないね、入り口。入り口でないんだ、そもそも。多分ね。北に行けばいいってこと？ちょっと一遍行ってみようよ、せっかくだから。ダメだったら戻ってくればいいんです。ここでセーブしていく？やばい、やばい生き物がいる。とりあえずミストウルフだ。とりあえずミストウルフ。とりあえずどこ行った？とりあえず、あれ？行ってみよう。まだ入り口のとこ。北行こうよ。ベッド置かへんの？警告がある。ベッド置くと、そのボスだった時に置けなくなるから、2セット持ってきてないから、やっぱ、ボス前でいいんじゃない？あ、そうか。普通に真北に向かおうぜ、みんなで。これ。埴輪っぽいところで出会おう。また会おう、みんな。ウィキ見てもね、なんか、ウィキが書いてあるとこが、莫大すぎて、どこに何が書いてあるか分かんない。莫大、漠然じゃねえの？いけ。ごめん。なるほど。爆弾ってでかいってことだけど。あら、クマさんがカボチャを見つけた。カボチャ畑。いろんなとこに松明置きまくってるから。ちょ。これか。こ。変な狼か、これ。ストウルフ。当たらねえ、効かねえ。一人落ちが。ダメージ判定がならない。上半でも行こう。いた。急に動き出すのやめろ。らしくなった。ワオーワオーね。倒した。で、北に行こう。ここまで来たんだ。松明が置いてある。明るいな。本当だ。もうすぐ着くんだけど。あ、赤いとこまで来たよ。あ、ダメだね。バリア払えて入れないわ。あ、これあれか。どこだこれ。
ついていけばいるの。これ劉備のケツか。トータルはだな、この松明の後はダメダメ入れない。やっぱそっか、一応入り口違いか、入れないこと確認しとこうかな。そんなこと、そんなこと誰が決めたんだ。作った人じゃねえか。あ、このマニアがある。ああ。やっぱさっきのところの入り口を見つけないとダメなんだ。入り口あそこなのかな。じゃあ帰りますか。あ、じゃあドラクエ6のキラーマジンガの宝物なんだっけ、スコップ的なとこじゃねえ。違うか。葉っぱはなんで切るの？葉っぱはスコップじゃん。斧か。ちょっともう直接ググるわ。ググってくれ。斧かな。斧なの。葉っぱって斧だっけ？サクサク切れる。あ、やっぱあそこだ。入り口はあそこで合ってんだ。合ってる。開け方の謎解きがあるってこと。そうだ、大の大人が6人もいて。違う違う、謎解きがあるって気づかなかったから分かんなかった。謎解きするって言うんだったら全然分かるな。なんでチャラ男みたいな喋り方。別にそういうわけじゃねえんだって。暗い。トマさん、おい、いるいるいる、やばい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 。あ、ウィン投げつかれた。ウィッチがいる。やばい。やばい。スターコラス使ったぜ。倒した。金装備、金装備、金装備がいる。今、金装備や。広いな、こう見ると。おいおい、何のダメージだよ。私ダメージ。普通に掘ったらダメなのかな。クモさん、死にかけてんじゃん。あの、変な毒みたいなダメージに全部持ってかれた。なるほど。ウェハース、ウェハース。戻ってきた。いや、うまい。誰か俺を養って。いや、あ、ここ普通に階段あるぜ。あ、そのさ、なんかあの台座みたいなあって、下になんかあるね、赤いあるじゃん。あるある、うん、これあの普通に掘れない？ヒッケルとかで。あ、そうなの。開くんじゃなくて掘って開けれない。硬い。これない。頼むぜ。タカちゃん、なんか君だけ違うピッケル持ってるから、それ？いや。それなら俺も持ってるよ。呪鉄でしょ？うん。うん、やっぱりあれかな。トロフィーここに置くんかね。かな。顔？あ、おお、落ちた、落ちた。いや、バリア。バリア。これだから謎解かないと多分そのバリアが切れないんだ。ここに3つ置くみたいな、そんな感じかな。残り多分これのどれか上に1個ボンと置いたらいいんじゃない、多分。ああ、出ないよ。どれか1個的に。取ってこい。結構距離あるよね。誰か死んだ人いたよね。ああ。まだセーブしてないもんね。うん。誰か死んでくるのが一番早いね。さっき誰か死ななかったっけ。よし、殺せ。よし。死んでこい。おら、おら。俺を殺せ。おら。取ってこい。これこれこれ。相手クマさんを殺すのはホラーズ兄さん。クマ殺しの専門家。最弱に。ヒドラはいらない？全部持ってく？一応全部。とりあえず全部持ってきた。ロストしないからもう全部持っとっていいんじゃん。兄さんほら言わないと特技を。私の特技は巨人を。肉を。肉を削ぐこと。クマの肉を削ぐこと。クマの肉を削ぐこと。俺を今殺害したの誰よ？ブックミューさんです。ミューさんです。とどめやつ。そろそろあれで、称号を与えてもいい頃だよ。クマスレイヤー。クマスレイヤーの称号。クマスレイヤー。いやー。あ、クマ、タカちゃん、パン焼いてる。うん。その状況でパンを焼くメンタルがすごい。メンタル強。食料大切。この辺にちょっとベッドで、そうだね、住みやすい世界を作っとくか、クマさん来るまでに。だからここちょっと拡張して家にしてもいいよね。この辺ちょっときれいにしようぜ。木があったな。あ、そうやそうや、住みやすい別荘を作ろうぜ。ここ掘っちゃえばいいんじゃない、なんかちょうどあの広げて。いっちゃう、なんか刺さった。スケさんがいる。久しぶり。一文の二十。おいっちゃ、俺に帰るんじゃね。タカちゃん狙っとけ。
なんか魔法打ってた。何こいつ何こいつ。で、メイジスケルトンがいる。スケルトンドイルド、ドルイドか。え、毒ってる毒ってる。ちょいてちょいて。あれ、倒してもた。倒した倒した。ちょいてんですけど。あ、なんか拾った。あと何がいるかな。金のクワ。金のクワ。アイテムがね、いらないアイテム捨ててこよう。いし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 。迷宮ブロック系なんもいらねえわ。で、コボルトいてえよ、コボルト。宿借りて、宿借りて、宿借りたい。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。今からダンジョン行きだからね、あんま余計なもの持っときたくないんだよね。ああ、そうか、別に あれ入れてねえんだな、消したんだな。箱が開かない。カットオール。あ、誰かのスカイプの調子が悪くなったぞ。あ、なんかめっちゃ敵いるんだけど。めっちゃ敵いるんだけど。あ、落ちた。アイオエクセプション。大丈夫、大丈夫。すぐ繋ぎ直せば問題ない。すぐは多分ない。サーバーがじゃない、多分。いや、すぐ入り直せたよ。まあ、入り直せ。ちょっと戻されてる。スカイプの通話も。死んでる。何死んでる。なんか来てる。何かに襲われてる。なんかいる。ゴブリンみたいなのが3匹ぐらいいたぞ。そうそうそう。ゴブリンがさ、俺倒してんだけど、10匹ぐらい一気に湧いてさ。それのせいかな。多分そうだと思う。逃げたけど、逃げる前に巻き戻されてた。じゃあ俺ちょっと。じゃあ、タカちゃん、もうないとあれかな。なんか持ってくもある？逆じゃない、いらないもん片付けてきて、今から行くダンジョンの。準備でいいんじゃない？いらないもの、土かな、木かな。あれは？あれあれあれ。あと肉だけ入れていこう。あれ？石がないぞ。クマさん早いね。生肉焼きたい。クマさんもう帰ってきたの？早いな。いや、まっすぐ行けばすぐだよ。じゃあかまど作るか。かまど作ろうか。普通に左まっすぐ行けばすぐだったよ。この闇の森入ってすぐだったね。また明治。はい、まさにかまど。あ、肉持ってこい。魔法打ってた。いて。かまどは置いてくれ。お肉が足りない。アイテム欄、なんか来てる。ドロイド来てる、ドロイド。なんでこれ。食料事情。食料ねえじゃん。それあれだぜ。それあれだぜ。1になるまで止まらない。あれ、止まった？大丈夫、大丈夫。そんなずっと殴られてるわけじゃねえから。いや、すげえダメージ受けたんだけど、俺。さんあれだ、物の見事にないわ。木でいいや、木。原木ぐらい持ってるよ。せい。さっきいっぱい取ったから、2個ぐらいでいいか。生焼きたての肉持っていこう。鹿買って、その原木か。鹿買ったのあったな。今何が入ってるの？生の鹿に持ってるの。これもぶち込んどこう。ダッシュダッシュ。石のジャベル。キノコとかその辺ちょっと捨ててこよう。こんなんいらねえ。腐った肉、光だけっているの？なんかポーション作れんかったっけ？でもポーション作らないよね。あ、よくわかんないね。羊のやつがある。まあ、あれだよね。あ、来てる。竹とかはだいたいあれだよね。ポーション作るのに。どんなゲームでも。あ、可愛い声してるんだけど。何これ、この丸い物体は。倒した。あの可愛い物体は何だった？トゲトゲしいモンスターボールみたいなのは。でも声もとんがってたね。そういう言い方すると。よし。で実際さ、これで開くのかどうか分かんないからさ。クマさんなんか乗っけてみてよ。いい、もう来たよみんな。タカちゃんがまだか。映像を見たいよね。なんかなるにしても。何も起きなかった時が問題なんだけど。寂しい。なんだこの井戸。まだだいぶ遠そうだね。いや、もう森の前よ。またあそこで分回したやつがある。なんかここいいな、安全っぽくて。俺もベッド置くか。寝る準備しよう。ベッドある。森の入り口どこだっけ。森の入り口普通にまっすぐスタート地点からずっと左に来たよね。うん。まっすぐ左に来た。うん。で、
ちょっと深めの湖じゃない、川越えたら闇に出るじゃん。で、入って結構すぐだから、ここ。すごい近いよ、これ。そうだね、めっちゃ近い、ね。松明置いてきたから、多分見えると思うんだよね。あ、名前見えた。あ、ほら、すぐ、すぐや。さあ、こっちだ。あー、って並べるとさ、俺たち囚人みたいな。あ、襲われてる。はい。ほら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 。あ、どぶってる魚。とりあえず開くかどうか試してみて。そうね。ぞよし、じゃあ乗っけるんだ。一致トロフィー。はい、入った。トロフィーチャンピオン、みんな手に入れてるね。じゃあ回収しといて。回収は回収できて閉じないよね。 OK。 で、これはちょっと困るな。確かにそれっぽい謎ではあったけど、まあ見たまんまなんだけど、見たまんまなんだけど取りに帰るのがね、うん、あ、じゃあセーブしよう。モンスターが近くにいる。鉄球マジンいるわ、いるわ、モロいるわ。行って行って、鉄球、鉄球、鉄球マジン振り向いた、いるわ。あれが可愛い声してんな、ゴブリン。あのモンスターいたら寝れないからね。そうだね、うん、早めにベッド入って、はいはい、いや、さっと入って。さあ行きますか。誰かとくっついた、誰や。深そうね。深そうね。うまい。俺も任せろ、任せろ、うん。じゃあ下から安全な道よろしく。あ、なんで見たら暗い。痛い暗い。二三個でいいから高さ。壊せ壊せ。てか水使えよ、水。あれ。うい、暗くなった。自分だけか。いや、降りるのに水使えってこと。結構広いからね。いや、俺足場これで。なんで下掘った？これで1階の高さで安全に降りれるだろう。帰り道までした。そう、なんだよこれ。帰るときまあ積んで上がったんじゃん。いけ！え、敵がいる敵がいる敵がいる。え、本当だ。敵がいる。敵いる敵いる敵いる。バーバリアンチック。おすげえ、デルタじゃねえと思って。あ、小さくなった。何これ、分裂した。多分、ね、肩車してると思う。トライフォース三重心にこんなことしてるやついたよな。みんなか、トライフォース三重心。ゴブリンが来た、逃げろ、逃げろ。本持ってる。で、やる。本体落とした。本人ね、トーテム、トーテムじゃん。じゃあ、ここから行く？なんか、でっかいの来た。やべえぞ、なんだあれ。ゼルダの敵が来たぞ。トーテム、トーテム。下、下、割れた、割れた、上、上、ちょっとやばいな、これ。どこから行く？こっから行こうぞ。はい、松の人、行ってください。こっから行こうぞ。また来た、うんうん、お、宝箱発見しました。誰も来てない、この寂しさ。みんな違うとこ行くよね。武鉄の剣、プラス8点、超強いのあるぞ。うん、終夜以外こっち来てるわ。寂しさ抜群じゃねえ。それは宝手に入れて、ゴブリン騎士城だって。おなんか、これこれ、なにこれ。みんな待ってよ。買ったゴブリン騎士。寂しさ抜群。こっち行き止まりだし。買ったこいつ。これ井戸は？井戸っていうか、多分あの下の階だね、これ。じゃあやめておこう。ちゃんと、はい、降りる階段あるから。一回待ってからにしよう。飛び降りようってなったじゃん、ここ。え？あ、飛び降りる、俺が開けただけ。あ、そうだ。飛び降りてもいいよ、別に。あのマイクラ的なその攻略法でいいんじゃない？ちょっと待って、ここに宝箱が1個あって、とりあえずね、威力 8.5 の呪術の剣だ。あ、取ったのか。いけ、8.5、ほら、8.5いけ。8.5で倒すんだ。これ普通エンドリファイアしそうで怖いな。パター入った、パター入った。寄付。画面端。いや、ノー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 、それは怖い。そうだ。たくみ。それは怖い。おい。なんかみんなさ、みんな戦えよ。たくみもいいんじゃねえか。バカ野郎、俺は松明持ってんだよ。俺松明だよ。8.5、お前だろ。8.5。もう待って、俺武器になるから松明は任せるよ。
ほら、行け、8500。まだだよ。もう食事中だったんだから。あれ、何これ。鉄格子なんだけど。俺、カメラマンしとこ。すぐ壊せるはず。後ろから。ほら、8500って言った。壊して、その奥はなんか、あんのか。あんもなさそうだね。はい。行き止まりってことでいいかな。帰ろうか。石炭だけ取っていこうか。次やし。まあ、松明に変えちゃえばいいし。他が、決めちゃったっけ。じゃ、宝箱あったし。土で、ここから、か何もないっていう印にしとくね。ここから先何もないっていう印。寂しい。なんか、あ、タカちゃん、帰ってくるとき、松明回収しながら帰ってくる。もったいないから。あ、そう。頼むわ。もうここ、多分来ることないから。なるほど。いらないだろう。右手の法則で次に行く。おそらく外れの場所の体罰を消しとくから。何これ。あ、ね、これ多分どっかにねチェストがある。おお、ゴブリンがいっぱい来た後ろ。おお、テーブルがすげえあるね。気になってんだよな。封鎖しとこう。あかん、分からんな。どっかにあるな。この張りねえ。この椅子の下か。さとみが後ろから追いかけようで。この下にない。あ、あるある。あるか。あ、ごめんごめんごめん。あ、弓がある。あ、やばい、匠だ。死ぬ死ぬ死ぬ。あ、危ねえ。下が開いた。中身出たぞ。中身出たぞ。あ、こっちも来てないよ。敵と間違えて思い切りぶったたいちゃった。8点の件。殴られたんだ。8点の件で殴ってしまった。ここはあれかな、休憩スポットかな。あれ？こじゃれた休憩スポットがあるよね。ここ。あ、組まみれだな。出たぞ。誰だよ、水。誰だよ、水流したの。間違えた。まみれだ。回収して。水の根元。あ、匠。匠が水に。水持ったまま。水を持ったまま、根元で水、バケツを使う。ちょ、鉄球やろ、こいつ。敵味方は関係ねえのか。あれ、取れへんね。あ、取れた、取れた。壁の中にいる。後ろ、後ろ。ノーホー。俺の今のナイス射撃じゃねえ。いや、爆発してるよ。見て、地面に地面に。ノックバックで離れたでしょ。また来た、また来た、よろしくどうぞ。もう鉄球野郎さ、無差別だわ。さっきなんかそれに、じゃあ誰か明るい焼き粉やってくれよ。俺に突っ込んでった匠が、そいつに殺された。タカちゃんが明るい役な、俺後ろからぶっ、あ、開いてる。お宝メッケ。なんか本ある。おお、エッチャントの本もある。なんだ本って、殴るのか。植木鉢とかあるんだけど。本なんて書いてある。エッチャントの本。まあさ、ちょっと奥に怖いものが見えないから、カボチャのあれだよ。耐久力2じゃん。これ金床でピッケルとかにつけれる。訓練所かな。金床あるよ、ここに。あ、金床持って帰ろう。マグロか。いや、よろしく、会長よろしく。じゃあ俺持っとくね。メインたちは武器持って戦闘近くにいるわ。クマさんが明かりつけて敵来たら下がってくる。俺がなんかここに変な壁があるけど。あ、これリスポンブロックじゃん。あ、ほんとだ。明かりでいいの。あ、なんか来た。あ、引け引け。なんだ、カブト宿かり。倒せ倒せ、リスポンブロックを。明かりしたら出てこない。奥にもまだある。潰しちゃっていいよ、スポーンはもう使い道ない。はっ、来た。翼に行った奥のあれを。何これ。ピッケルでしか壊せないからね。行き止まり。ピッケル取られた。あ、宝箱上に。あ、本当だ。お、上に宝箱。あ、すげえ。超かっこいいのがある。もらっとこう。鉄の剣、鉄の剣。でも攻撃力11。お高い。11。攻撃力 9.5 だって。おい、変われよ。ということは11のやつが先頭に。11年先生行け。メイン立て行けよ。11年もらって邪魔なの。攻めこよう。で、これも行き止まりだな、もう。だな。試練画とかこんなにいらんし。封鎖しといてん。いらんやつを全部捨てていけ。アーマーシャドウって何するんだろう。ハイマスも回収しとこう、もったいない。アーマーシャドウ多分素材じゃねえかな。じゃあ俺、明かり消して帰るからね。この下に明かり消しながら帰って、いい入り口で。青、青、青、誰だ、相手のやつは。何この細い道。
自分が最後だと思う人は松明回収しながら帰って、なんかあったからそこ行ってみたいけど辛いから。ってるからまだ大丈夫。はい、松明もいいよ、置いたままで分かんなくなるもんね。いや入り口でだから閉めるから。これでもうこの土があるところはその行き道じゃない。じゃあ次ここか。え、熊さんの後ついていく。なんだあの上の。なんか花がない。花が咲いたよ。落ちベリーでしょ。落ちな、はい。場所は。はい、行き止まり。行き止まりだね。終わり。帰ろう帰ろう。はい、帰ろう。撤収撤収。撤収ってなんもない。はい、じゃあここ閉じまーす。ワンチャン、ワンチャン何かあるかもしれないぞ。取ったら。もったいない。なんかどうしよう。あ、次どこ行こう。また同じだぞ。他のとこありの？ああ。行き止まりの。え、早く。帰ろう。あ、みんな帰ってきた。お、おい。あれ行き道あったっけ。あともうメインのとこぐらいしかなく飛び降りるんじゃないですか。まだあるよ。ほぼほぼまだある。はい、じゃあよろしく。剣持っておいてます。あ、これあれじゃん。ほらだ、デレデレ。やっぱ飛び降りるしかないのかな。お、なんだこれ。アンデッド特攻4ゲッツ。アンデッドの武器は強いよ今からは。お、じゃあ戦闘で。なんだこのナスみたいな。イカスミか。イカスミ。え、これからってあれでしょ、後で使うんだよね。後でっていうか今使えるわけじゃないでしょ。敵が後ろにいるぞ。シュウヤ、おお、燃えた。燃えてる燃えてる。わあ、今がいる。死にそうだ。 上だけ。このゴブリン騎士上だけだぜ。下いないぜ。燃えた燃えた。誰だ誰だ誰だ。燃えた武器。はい、誰だ。フレームターン持ってるの。ひどくせー。あれ、ここ閉じてないけどライト追悼で。ここが正規ルートじゃん。正規っていうか階段、階段じゃない、スタールート。あれ、階段なかったな。ここで降りるしかねえのか。じゃあないかな。作りなさい。下って降りて。てか別に、これとか取れねえ。タカちゃん、大丈夫？大丈夫。いない。じゃあ行くか。これ魔法の木だな。何のダメージ？あ、裏にも。なんかダメージの音が。何のダメージ？高さ、中ダメージかな。ここの席これ。ある席だね。ダイヤのピッケル持ってきてないぞ。これね。これ多分行く道じゃないと思うよ。こんなギミックなかったと思うから。じゃあ横掘れるしけど。気になるんだったら、横を掘り進んでいけば。横掘り進んで。あ、挟まれてる、東京席に。やっぱこれ初めて見るな、こんな。黒曜石を持って帰らなくていいのかって話です。黒曜石はね、あれだよ。奥にね、ある、ある、実家の、実家の近くにあるよ。見えねえ、何も見えねえ。ウェハウス減るの早すぎ。やっぱ肉ついてるな。敵だらけじゃない、ただ繋がってるだけだ。おい。普通にこっちのルートから行こうぜ。これダメですよ。キャンキャンとどうする。喋ってるぞ。みんなこっから、こっちから行こうぜ。多分繋がった、こんにちは。明かりの人よろしく。俺剣持って後ろで。どこ行った？いや、こっちやな。任せろ。よし。こいつ魚落とすんだ。お前魚じゃねえだろ。魚の中に住む。よし、魚。ほら、ほら、行っちゃ、行って当たり判定ですよ。OK。よろしく。いた。大きいね。お、引け引け引け。引け引け引け。ほら、ほら、連打連打連打。誰か誰か。ファイヤー。よし、魂。魚。ブルー入るか。強いな。どうする？左行く？クマさん。エンジャーまっすぐで。まっすぐに行く。お、また俺に。これも当たりっぽいな。あ、これも下に行くかいっぽくね。うん。じゃあ、左行こうか。よろしく、上がりくん。なんかあるぞ。こっちはこっちで。あ、また黒曜石だ。黒曜石。松明で殴っちゃった。おい、来た来た来た。いい。悪魔もいる。あ、なんだ、上に行く階段があるぞ。これが正規ルートかな。
帰ってじゃあまあ上に行ってみようか。帰ってみようか。行ってないってことだもんね。そうそうそう。うわぁ。みんな戻ってきた。これなんか殺し合いしてんじゃない自分らで。合う、合う、合う。やったかな。ははは、面白い。上がり組。